京都宇治天茶ザ宇治です。同じやるんでしたらもう日本茶の最高峰のお茶で勝負したいということでその商品が生まれたんだと思います。東京オリンピックも2020年開かれますし海外から、どんどん、日本に来られる機会も増えてこります。ワイングラスで誰でも同じようなレベルで飲んでいただけるという商品は他にはないと思いますのでそちら特に海外 も含めまして国内でも本当にどんどん PR をしていけたらなと思っております。あら、時間さえあればね。なんかいろいろいっぱいあるからね。あと7分？ここ140種類ぐらいのお茶があって140種類の味があるんですよ。でそれが特徴ですね。あのワインのようにそのボルドーのどこの村の誰が作った明確に全部あのお伝えできるような商品なんで面白い売り方やと私は思いますけどね。どちらから？大阪です。あ、大阪ですか。でお湯を注いだ後蓋をして呼吸数を振ったりしないでくださいね。お湯のみ同じ濃さ同じ量になる入れ方になります。急須の場合にはお湯の温度を変えたりっていうことをすることで1煎目そして2回目の2煎目そして3回目の3煎目出てくる成分が違ったりするのでお茶の味が変化するんですね。でそういったところも、日本茶の魅力だと思いますし、はい、もうあのなかなか教えてくれるとこないのでこんな風に気軽に参加できるっていうのは大きいなと思いました。でお湯飲み2人分と茶卓が2つあると思います。はい、で最後の一滴までしっかりと